ました小島。アンデルソン・ロペス、少し決定機でした。エクバルドス、小島がカバー入りましたから、これ先ほどのシーンですけど、渡辺が触ったことで最終的にボールが外に流れてきて、エブリンフリーになりましたよね。